鹿島サッカースタジアム駅は、茨城県鹿島市大技人工寺にある、東日本旅客鉄道、鹿島臨海鉄道の駅である。JR 東日本鹿島線、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の終点かつ、鹿島臨港線の起点となっている。常時運行される列車は大洗鹿島線の、 旅客列車と鹿島臨港線の貨物列車のみで、もともと貨物駅である北鹿島駅として設置されたこともあり、通常は旅客列車は当駅に営業停車しない。ただし、当駅が JR 東日本と鹿島臨海鉄道の会社協会駅であることから、開設以来当たり駅を連絡駅として運賃計算を行っており、当駅発着の乗車券は常時発売される。 当駅に旅客列車が営業停車するのは駅に隣接する茨城県立鹿島サッカースタジアムでサッカーの試合が開催される場合のみで旅客駅としての扱いは実質的に臨時駅と同等と言えるが旅客扱いのない日も運転扱い上の駅として機能しており路線営業上も両線の境界駅であることから JR 時刻表及び JTB 時刻表には 臨時駅の表記がない。旅客駅としては、JR 東日本鹿島神宮駅が管轄する無人駅となっているが、旅客営業時は当日開催される試合の規模に応じ、鹿島臨海鉄道の社員が派遣され、改札業務や乗車券販売などを行うことが多い。運転手が用いる時刻表などでは、鹿島スタと略して表示される。2020年3月14日から当駅で、 スイカが使えるようになったが、JR 鹿島線方面のみ利用可能であり、大洗鹿島線方面へは利用できない。鹿島臨海工業地帯で生産される貨物輸送を目的に、鹿島臨海鉄道臨港線から日本国有鉄道へ乗り入れる旧国鉄鹿島線の貨物駅、北鹿島駅として1970年に開業したのが始まりである。 1993年に日本、プロサッカーリーグ人気の高まりから観戦するファンの利便性を向上させるために、JR 東日本千葉支社が、茨城県立鹿島サッカースタジアム資金で、旅客営業がなかった同駅に、鹿島アントラーズホームゲームを観戦するファンの利用が見込まれることから、鹿島町が予算を拠出して、総工費約三億八千万円をかけて、旅客用ホームを新設し、 翌1994年3月12日から上空駅として試合開催日に限定して旅客ホームに臨時列車を停車させて共用を開始した。同年3月10日に鹿島サッカースタジアム駅と改称して完成した同駅の開業式ではマリンライナー浜那須を初停車車両として迎え地元関係者が見守る中で行われた。旅客駅としては 島式ホーム一面二線を有する地上駅。これとは別に鹿島線の留置線、貨物用の側線、機関車の留置線を有し、ここで機関車の付け替えが行われている。駅構内は一部を除き直流線500ボルトで電化されており、定期貨物列車として日本貨物鉄道新鶴見機関区所属の EF65、軽電気機関車が乗り入れるほか、 鹿島線香取方面に使用される電車が夜間留置のため乗り入れる。前期したが、サッカー試合開催時には JR 東日本の電車が営業運転で乗り入れることもあり、ホームには5両編成の特急電車用停止位置、目標も用意されている。同駅の湖泉橋は歩行者専用の指導となっており、試合開催日には駅の利用者と線路を挟んだ向かい側に点在する。 民間駐車場からスタジアムまで行く観客との共用である。スイカは簡易改札機によって対応。エレベーターやエスカレーターは設置されていない。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は324人である。前述のように臨時駅であることから通常時の乗降はできないため、鹿島神宮駅への大洗い鹿島線列車の 利用客がそのほとんどを占めていると考えられる。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。もともと田園地帯の中にスタジアムが設けられたこともあり、駅から集落までは距離がある。大技人工時、大技宮中の次回付近にあり、駅ホームは大技宮中に位置している。駅東の鹿島サッカースタジアム敷地内から東京駅業の高速バス。 鹿島号が運行され、サッカー開催日には、鹿島神宮駅業のシャトルバスと東京駅行きの直行便も運行される。また、駅西側、大野街道沿いに、池田交通のスタジアム駅入り口バス停がある。駐車区出店北鹿島駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。